はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画303回目は2017年発売バイスクルスティクスです。このバイスクルスティクスはマジシャンエリック・ロスがプロデュースで、デザインの方がニック・ブローで、コンセプトイメージはまあいろいろ混ざったイメージなんですけど、大まかに言うと冥府がイメージされているものになっています。で、バック面がガのイメージになっているんですが、ヘッドホークモスというガで、このガの背中部分に模様が入っているんですが、この模様が頭蓋骨に見えるということで、もろね、これ本当はこんなにはっきりはしてないんでしょうけど、まあ、ロクロが描かれている感じで、で、もう一つ名前のイメージのところがギリシャ神話の伝説上の川スティクス川、まあ、スティクス川とも言うんですけど、これがイメージされていて、これが冥府につながる川で、日本でいうとこの三途の川みたいな感じですね。というわけで開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルスティクスで、線の部分、これ全体メタリックインクですね。横面がバイスクルスティクスプレイングカード、反対側も同じで、上面はハイクオリティメイドイン USA、 クロージャーシールはなしで、さっき言ったようにヘッドホークモスというガがバックデザインになっています。こんなにはっきりドクロではないと思うんですけどね。下面はバイスクルの判定表記とマニファクチャードバイザ・ユナイテッドステイツプレインカードカンパニーのアーランガ KY と入ってます。それでは開封したいと思います。クロージャーシールがないのでそのまま開けます。こっちバック面ですね。あ、なんか横フラップに入ってますね。 ER かな、エリック・ロスのロゴマークとかですかね。それではバック面からいきます。おお、これ中身のバック面もメタリックインクですね。なかなかいい感じじゃないですか。この感じだと全部ブラックカードかなってイメージだったんですけど、ちゃんとボーダーの方が白ですね。で、1枚目がブランクフェイスで、もう1枚がダブルバックです。それでは表面いきます。おお、これは魔法陣的な感じですね。フェイス面もメタリックインク使われてる。ここですね。はい。で、これがバイスクルスティックスのスペードのエース、こっち面もメタリックインク使われてますね。で、エリック・ロスのロゴが入ってます。1万コードはなしですね。で、数字のカードのフォントの方はいつも通りですね。絵札の方はメタリックインクではなくて、少しいつもと色合いが違ってくっきりしてます。うん、少し濃いめの色ですね。あと赤色のピプスは少しワインレッドになってる感じで、いつもより暗めです。ダイヤの絵札、うん、色が濃くなってるくらいな感じですかね。クラブの絵札、ハートの絵札、ハートのエース、2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと全く同じ厚みです。スペの方は高品質、弾力の方は反りとかがなくてかなり固めです。それではファルを入れてみます。入りにくいですね。斜めにすると入っていきます。ちょっと入りにくいですけど、トライショナルカットは入っていると思います。
て、バック面のこのボーダーがまあ少し細めなので、こんな感じでデザインは出ますね。このデザインかなりいい感じですね。はい、バイスクルスティックスを開封しました。中面のスペードのベースとジョーカーとバック面にメタリックインク使われてて、あとはスタンダードと同じような感じですけど、色合いの方が若干濃くなってる感じになっています。品質の方もかなり良くて、若干ファローが入りにくいぐらいですね。それではジャンル分けします。スタンダードと同じ厚みなので、普通、ファロー入りにくいけど高品質、マジシャンエリック・ロスプロデュースのデザインがニック・ブローのデザインコラボかな。で、まあ冥府的なイメージのコンセプトデザイン、限定品というわけでもないですけど、レアデックコレクションになるかもしれないです。バイスクルスティックスでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。